見えた。全集中。炎の呼吸。ちょっとサイズアップしてますよ。1の方。はい、知らぬい。お、いい、立派立派。おめ。おめ。きつい。今日も一日が始まります。いや、いいっすね。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう、ね、刈り上げすぎお、誰だこのイケメンは。おはようございます。おはようございます。健康的ですね。これどういう意味で沈めるんですかね。そこまでって、そこまでって。釣れるといいけどね。いいしゃぐりだ、いいしゃぐりだ。俺平正で絶対バイトするよこれ。あっち向いとんなけどね。元気っすよ。元気よ。さあ今日はね、なんとね、スペシャルアングラー安コーチ翔選手ご乗船いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。1989年10月27日生まれ。身長169センチ、体重53キロ、A1 級のプロのレーサーですね。今51キロです。そう。あ、先生どうも。それでは張り切ってまいりましょう。レッツスターティン。スターティン。そう。はい、来た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 。ウルメイワシじゃないですかこれ。この時はウルメイワシじゃないですかこれ。また次のベイト入ってきたよ。来た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 。ちょっと気持ちいい。お、こっちも来た。ダブルヘイ。さすがやっぱ A1 は違うな。俺だけまだコントですけど。ただ君 A1 じゃないもん。これなんすか。皆さん応援できるかな。どれどれ。よいしょー。やーずーおめ。どれどれ。ヒラゴーおめぇ。出た、これがおめぇ。あ、来た、嫌がらないでしょ。超でかいし嫌がらないでしょ。絶対、いや、俺絶対そう思ったもん、俺。来た、来た、来た、来た来た、道の生物、来た、来た。はは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 はい、ウルメだらけよ。はい、来た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 。でっかいウルメやね。おー、翔くん来た来た。ダブルヘイ。さすが A1。 これでかいよ。つっていいとばいいっすか。いや、ちょっと気使ってからまだかなと思って。よいしょーい。おめ。よいしょ。
よし。いや、抜けたみたい。そうそう、真っ赤っ。ウルメの大群だ。今かけな。今。ちょっと待って。沈んでますから、ね、来た、ちょっといいよ、ドラグ緩くしようか。来た、かっこいい。釣っていいんですよ。いや、早くそれしたい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 。ゆっくりやろう、ゆっくりやろう。大事行こう。さあ、さすが A1。 男前や。アンさん、ほんまに男前やで。おやでしまくってる。あ、ちょっといいですよ、これ。はい、サイズアップ。よっしゃー。おめ。いい音や、いい音。見えた。全集中。炎の呼吸。ちょっとサイズアップしてますよ。1の方。はい、知らぬい。お、いい、立派立派。おめおめきつい。きついよ、まあいつらんかい。ちょっと集中させてください。これ立派よ、これ立派立派。さあ、歩きます。あの、きた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 。めっちゃ軽いっすけど。やがらきた。めっちゃ軽いっすよ。なんかあれやないっすか。やがらた、やがら。わからんす、頑でかいかもしれないです。いやいや、俺が力強いだけで。いやいや。おもろすぎるわ。キッチンペーパー用意。やがらに決まっとるやん。おお、来た。言い方や、おめえ。おめえ。だからおめえ。ちょっと引きすぎてから口伸びちゃったっ、ね、でかいでかい。うわ、でかっ。きたきたきた。ちょっと重さだと。きた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 。めちゃくちゃ打つとよ。ディングディングディング。めちゃくちゃ打つとるよ。ベイトは打ってない。威嚇とる青物。ピックアップ中に来た。ビッグファイトの始まりだ。これやばい、やばい。若干場所変わろうかね、俺もね。それなんそれ。あ、切れとんならいい。やばいぞこれ。トラグ緩くしとっていいけんね。うん、いい、いい。
はい、切れた。何しようかね。よいしょー、やずー。おめ。来た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 。おはようございます。おめ、はい、おめおめだからおめうるさいわ。来たちっちゃくないですか。そうですか。来たヤガラでないの。来た引き目アコウかな。アコウじゃないですか。アコウですね。アコウ、いいよいいよ。でかい。イエー、ほら、いいやこ。糸出して、糸出して、糸。ボタンを押す。そして、ここを持つ。重いよ。ほら、ナイスアコー、ナイスアコー。1匹目、ヤガラの次。来た、言ってください。来たこっちです。こっちです。おめ。まだ上がってきてないけん。あ、来ましたね、これ。結構引くじゃん。アコー。ナイスアコ水族館行きですね、はいはいはい、糸を出していく。おめでとうございます。ありがとうございます。もういいやん、うちの受け水器で育てます。すぐ血抜きします。なるほど。じゃあ、待って、そんな、あ、ちょっと待って、おめかかっとるし、またやがらか。いや、これはこれやがらなら3メーターある。来たこれ緩めたらいかんの。うん、ダメ、糸は張ったまんま。でもこれ青もんじゃないぞ。これこれ何すか、うん、またやがらキッチンペーパー用意。3メーターのやがら。来たどんどん軽なりですね。これもうヤガラ確定だよ。確定やろ。まあでかい。やったら。でかい。ヤガラ。なんだすごいね。ヤガラのプロです。ヤガプロです。ぐんぐん来ますね。あ、今度こそおめえやん。おめえ来たおめえ。ちょっと待って。ヤガラじゃないの来た。ちょっと待って。あ、いや、ヤガラじゃないよ。ヤガラじゃないっすね。わかるっす、俺ヤガラ2匹っすけど、ヤガラじゃないから。ヤガラ2匹っすけど、ヤガラ2匹っすけど。来た。真面目な顔して。ちょっと集中させてください、これ。3m のヤガラやないか、これ。ちょっと疲れる、これも。お、青もんやね。やったね。来ましたね。そう、顔を下げてリールだけで仕事して。来た。ゆっくりよ、ゆっくり。あ、タイか。タイ。あ、じゃあネリ。ネリ。やったー。やったー。ネリゴ来ました。あれじゃなかったっす。あの口長になってる。ヤガラじゃなかったっす。いや、なんか面白いこと言ってくれる。あのネリゴやったら歌わないかん歌あるやろ。なんすか。いや、分からんすもん。疲れすぎて分からんすもん。元気になったぞ。お、
来た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 、おめえ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 、なんで急に元気だったっすね。これ魚っぽいっす。当たり前ドラグ出ようし。見えてきた見えてきた、何何何、逆光で見えんばい、何ネリか、ちょっと待って、ネリプロやん、ネリプロ、ネリプロ、よいしょー、おめでとう、すごい、おめでとう、ネリ、そう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 、すごいおままごとみたい。なんだってティファールがあるから、偽物や。さすがジャクリン。そして奥には冷凍庫があるね。素晴らしい。素晴らしい。UFO？ どこどこ？あれです。あの赤いやつです。どれ？あれか。はい。これか。ハートやしか。ハートの UFO ですね。本当やん。UFO だ。来た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 。ヤガラじゃないやろ。重いやろこれ。ヤガラも最初重いっすね。ヤガラ名人って言われた。軽くなったよ。軽くなったね。やばい。やばいわ。やばい。あー。いや、見えた。本日4本目。やばい。追加したよ。ヤガラの匂いしました。ヤガラの匂いだ。もう。2002本目。激渋やね。塩から作りきらんぐらいのダメージを負ったっす。カレーにスルーしたんだ。激渋やん。はい、先生。111期生ですかね。A1 級のプロボートレーサー安河内翔選手にご乗船いただいております。本日はようこそおいでくださいました。ありがとうございます。ありがとうございました。安河内選手、あのボートレースの魅力を一言で言うと何でしょうか。ボートレースの魅力、やっぱ生で見てもらいたいですね。迫力あるあのエンジン音とガソリン音とか、ガソリンの匂いとか、やっぱ全然違いますか。生は、はい、生で見るのと画面で見るのは違うと思いますね。あ、じゃあちょっと林行ったことないんで、ぜひ今度そうです、ね、お邪魔したいと思います、はい、あとボートレーサーを夢見る 若者に向かって、なんか一言アドバイスと言いますか、なんかありますか。ボートは誰も乗ったことなくて、1年間でプロになれる仕事ってなかなかないものなので、うん、誰にでもやっぱ努力すればチャンスはあると思いますし、うんうん、頑張ればね、努力は実るんじゃないかなと思います。いいこと言うな、はい、やっぱ熱い男は違うね。ありがとうございます、ありがとうございます、ね、いや、あのこれから魚屋を目指す若者に向かって何かありますか。そうですね、では実際がプロ。だき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 だ。あげるよ。待って。
おめ。俺釣ったのこれっけ。これ赤やな、赤。それそれ。あ、ムス撮り写真。なるほど、なるほど。ここ出したがいいね、魚。あ、俺も撮らせてもらおう、これ。